てどうぞ。私がご案内させていただきます。ここどこだ？ホテル。こんにちは。さっき考えた夕方の挨拶です。スタッフには舌打ちをされました。さあ、そういうわけで11月25日夕方5時になりました。まず最初のニュースです。本日なんで何も思い出せないんだ。落ち着け。きっと混乱してるだけだ。大丈夫。きっとすぐに思い出せる。複数に及ぶ殺人容疑で全国指名手配中の唐木誠容疑者は現在、はあ、その足取りはまだ明らかになっておりません。警察は総力を挙げて、唐木誠容疑者の行方を追っております。連続殺人犯。嘘だ。何かの間違いだ。俺は人なんて殺してない。そんなわけない。どうする？この警察官を中に入れていいのか？そうだ、この警察官に事情を話して助けてもらおう。すいません、この部屋の中から激しい物音がするって通報があったんですけど、ちょっと中見させてもらってもいいですか？ちょっと聞いてほしいことがあるんですけど、実は唐木誠容疑者はどこに隠れているか分かりません。もしこの顔にピンときたらすぐに逃走。動くな！お前、唐木誠だな。ちょっと待ってください。俺は何も覚えてなくて、気づいたらそこにいて。おとなしくしろ。お前を確保する。違う、何かの間違いだ。俺は人殺しなんて。話は後で聞く。
いいか、抵抗しても無駄だからな。ねえ、ちょっと起きてください。ねえ、ちょっと。彼女は誰なんだ？どうして縛られてるんだ？一緒の部屋にいるってことは俺のことを知ってるんだよな。俺がやったんじゃないよな。時間が巻き戻ってるのか。すいません、この部屋の中から激しい物音がするって通報があったんですけど、ちょっと中見させてもらってもいいですか？でもその前にちょっと聞いてほしいことがあって。唐木誠容疑者はどこに隠れているか分かりません。もしこの顔にピンときたら動くな。お前唐木誠だな。先週末にだから俺は何も。おとなしくしろ。お前を確保する。ちょっと待ってって。話は後で聞く。いいか、抵抗しても無駄だからな。なんだよ、また同じことの繰り返しじゃないか。
すみません、この部屋の中から激しい物音がするって通報があったんですけど、ちょっと中見させてもらってもいいですか？でも、その前にちょっと聞いてほしいことがあって。唐木誠容疑者はどこに隠れているか分かりません。もしこの顔にピンときたら動くな。お前、唐木誠だな。だから、俺は何も。おとなしくしろ。お前を確保する。だから、ちょっと待ってって。話は後で聞く。いいか、抵抗しても無駄だからだ。なんだよ、また同じことの繰り返しじゃないか。